モンゴル時代の河北東下領。ノリヤスジは、上部左方の清州路に隣接していた。ノリヤスジは、中国に、かつて存在した道。モンゴル帝国及びウォモットウルスの時代に、現在の内モンゴル自治区、ウランチャブ市一帯に設置された。旧名を、シ氏安寺といい、清州路と共に、オングト部族の領域下にあった。原始巻58シリング11リシ1は、 のりやすについて、具体的な記録を残しておらず、のりやすの設置年代、位置などについては、不明な点が多い。原始本義の断片的な記述によると、1305年に、国水新城が安し寺,寺に昇格となり、1318年に、西安路は、のりやすという名に改称された。1331年には、長王の職有たる社政、清州路。 ノリアスジで飢饉が起こったとの記録があり、ノリアスジは、清州路と同様に、オングと部族の遊牧地であったと考えられている。主現象による、明朝の建国後、ノリアスジに関する記録は見えなくなる。ただし、北元時代のアルクタイが晩年に拠点とした、ムナサンとジャガンノール地方はかつてノリアスジが置かれた、一帯であったと推測されている。のりやには、 特命剣のみが設置されていた。玄島二21聖州、本議4、大徳9年7月期中、木国水神白ため安市安寺、玄島二26人総本議3、遠遊5年3月後後改め西安のための利安寺、西安剣ため特命剣、玄島二21聖州、本議4、イタリジュン2年3月日の犬、超お風呂おさむ職優佐、清 特命等おところ、猛古文16000山部ひだる、命、川等繊維発金総家庭万国ににやかの百1930、643から644ページ、和田1959,232から233ページ、原子巻き58シリング1一利子1、乗りやすじ、下、両県1、乗りやす、下、ありがとうございます。